肩掛けも便利でしたが、洗い替えの手持ちバッグが必要になったので、こちらリメイクしたいと思います。この紐ビヨーンとこんなに長いんです。もう肩掛けにはしなくて手持ちだけの用途にしたいので、この64センチもある紐33センチにしたいと思います。ここからこっちと反対側からもこう測って、で真ん中で合わせる感じ、そんなイメージでやっていきます。こんにちは、ふたんこです。リメイク早速開始します。33センチにしたいので、半分 16.5 センチに縫い代1センチ加えて 17.5 センチでカットします。縫い代1センチ重ねて中心を四角く縫い合わせます。はい、これで出来上がり。っていうのはね、カットした部分を有効に活用したいと思います。こちらをほどいてかぶせていきます。ほどくといえばリッパー、私3種類持ってます。使いやすいのはこちらが使いやすいかな。握りやすいんです。先もねパッとしまいますからね。お気に入りはピンクです。ちょシャキンと出してくるっと出す。お気に入りのピンクの方はドイツ製、こちらは日本製です。なんだかんだ言ってこちらよく使っちゃいますね。可愛いんですけど、この100円ショップのも優秀です。サクサクほどいていきます。リッパーでほどくと楽ですよね。お裁縫を始めた当時、私リッパーのことを知らなかったです。糸切りバサミでもう布切らないように一生懸命ほどいてました。はい、なんとか綺麗にほどきました。あとびっしりついてますけどね。こちらを使っていきたいんですが、アイロンでまずこのシワを取らなきゃ。縫い目も結構見えちゃってます。アイロンかけたら少しは良くなりました。もったいないのでこのまま活用します。こんな感じでくるっとかぶせていこうかなと思います。持ち手の縫い合わせたところを隠すだけなので、この開いたのを半分に切って使います。こんな感じでくるみます。縫いを四角く縫う予定です。開いてみると、この布をサイド1センチ折って片側 1.5 センチで折ります。で持ち手の幅に合わせてこんな感じで三つ折りにして縫い合わせていこうと思います。共布がない場合、こう布に合わせた色合いの別の布をこうくるっとかぶせて縫ってもワンアクセントでおしゃれだと思います。くるんで縫っていきます。出来上がりました。メイク完成です。縫い跡もまあこうピシッとこうくるっと巻いて縫い付けたので目立ちにくいかな。ここの包んだ端をこう表面に見せちゃったんですけど、ワンアクセントでいいかなと思ってこれ裏にしても構いません。なんだか握りやすいような感じもします。使う部分がへたれないで丈夫になってで良かったかなとも思います。今回は長い持ち手をカットして短くしましたが、逆のパターンも使えます。足りない長さプラス2センチの持ち手を作ります。で持ち手の中央を切ってそれをこう縫い合わせて、で今回のようにこうカバーをしちゃえばリメイク完成です。リメイクも楽しいので皆さんもぜひ一度チャレンジしてみてください。